秋元忠志と申します。普段はマジシャンとして活動してまして、ですから今日はマジックに使う英語、英単語というなんかすごくこうピンポイントなところですけれども、それを使って解説します。まあ、マジックに興味ない方も最後までご覧いただければと思いますが、使う動詞は Change です。それを使って自動詞と多動詞の区別。また、実際に使うにおいてはどのように見ておくと見通しよくいけるのかという、そんな話です。早速こんな状況を想定していただきたいんですけれども、皆さんが私からカードを1枚選びましたと。 じゃあこれにしましまょうかそしてここを英、えー、文で一文で描写してほしいんですけれどもこれですではもう一度お近くでどうぞ使う動詞は「チェンジ」ですそして時制「時勢は先日こういうのを見たよ」ということで過去形でで私が持っているのは「The Card で」ですこれを一文で表現してくださいそうすると候補が2つ出ると思うんですね大きく分けて1つは「The Card Changed で」でもう1つは「秋元」「Changed the Card」 で、あれこうなると、語順どうだっけどっちが正しいんだっけって思うかもしれないんですけれども、結論としては、英語的にはどちらも正解です。なぜなら、チェンジには、自動詞も他動詞もあるから。じゃあ、自動詞と他動詞は何なのかという話なんですけれども、自動詞というのは、この場合で言うと、The card changed の方です。えー、主語がどうなる。ここで完結してるんですね。もう一つの方と対比すると分かりやすいと思いますけれども、他動詞の方は、あ k i m changed the card。つまり、あ k i m が チェンジする。何を。ここに対象物が必要です。The card ですね。で,ですから主語が他者に対して何かする。これが多動詞の使い方です。動作の対象物を目的語と言います。そして、ですから演出論的には、このカードが何かすごく特別なカードで自分が何もしなくても勝手に変わったよ。そういう話であれば This card changed ですし、そうじゃなくて私がこのカードを変えるのであるというそういう見せ方であれば I changed this changed card になります最後に1点チェンジは自動詞の役割と他動詞の役割どっちもありますけれども動詞によっては自動詞のみ他動詞のみのもありますのでそこは気に留めておいてください。秋元正でした